皆様いかがお過ごしでしょうか。ディープゲームニュースのお時間です。今週私は、たまごっちに支配されていました。たまごっちのために早起きをし、たまごっちと一緒に散歩に行き、たまごっちのためにお金を稼ぐ、生活の中心がたまごっち。そんな感じの一週間でした。こんだけ AI が発展した世の中ですが、なんだかんだチャット GPT よりも、たまごっちの方が生きてる感があるのが不思議です。そんなことはさておき、ディープゲームニュースは、ここ一週間の中で注目度の高かったディープなゲームに関する話題を、テンポよくおさらいしていこうというコーナーとなっています。また本動画ではエミュレーターや中華ゲーム機の話題も扱うので、アレルギーのある人はブラウザバックでよろしくお願いします。では早速始めましょう。レトロイドポケットに S 販売開始。レトロイド社の新作レトロイドポケットに S が販売開始されました。レトロイドシリーズはアンドロイドを搭載したゲーム機で、今回の 2S は過去に販売された 2プラスのアップグレードモデルのような位置づけです。主な特徴はチップセットにユニソック T610 を採用。 OS はアンドロイド11 3.5 インチ解像度 640×480 のタッチパネルスクリーン、ホールセンサーアナログスティックとアナログトリガー、4000mAh バッテリー、そしてアナログスティックが左右両方下側のレトロゲーム配置。金額はメモリ 3GB ストレージ 32GB のモデルが$99、メモリ 4GB ストレージ 128GB のモデルが$119と比較的買いやすい価格。個人的にも RP2 プラスはかなり気に入っていたので、順当で良いアップグレードだと感じました。気に入っていた点で言うと、やはりデザイン、それに加えフロントステレオスピーカーっていうのが意外に横ハードでは少ないので良い仕様だなぁと感じていました。持っていない人も持っている人も結構良さそうです。アブソルートが一般販売開始。アブソルートが販売開始されました。金額は予約限定価格で、 32GB が28,379円。アブソルートはクラウドリモートゲーミング専門として開発された7インチディスプレイの携帯ゲーム機型デバイスで、 Xbox ゲームパスや GeForce Now など現在増えてきているクラウドゲームや所有している PC や PS、Xbox のゲームをストリーミングプレイすることも可能です。ベースは Android OS でありながらも、ゲーム機として遊びやすくチューミングされたガジェットとなっています。なので Android 機としてはかなり最低限のスペックに抑えられていて、 Android として遊ぼうと思うと結構限られてくるんですが、結構綺麗なディスプレイやかなり攻めた薄さのボディなど、ゲーム機としてはこれまでなかった遊び心地なので、実際触ってみるとそこそこ面白いなと感じます。多分プロジェクト Q もこんな感じでしょう。プロジェクト Q のリーク動画と話していると、リディットユーザーの UAO デン BN 氏によって、なんとプロジェクト Q の実機と思わしき動画がリークしました。プロジェクト Q は PS5 のリモート専用端末として発表されたハードで、 PS5 用のコントローラーと液晶パネルをスクラビルドしたみたいなビジュアルが話題になった携帯ゲーム機。正直これを見た感想としては、リモート専用って言ってたけど Android なんだとか、8インチのタッチパネルかなとか、 CG 通りの見た目だとかよりも本当に販売されるんだっていう驚きです。まあでもあくまでリーク動画ですからね、真偽は不明なので、ふーん、そんな感じなのかくらいに収めておきましょう。アナログポケット8月に発送開始。どうやら待ちに待ったアナログポケットの大難破っちかわかりませんが、ようやく8月に発送開始されるようです。公式の Twitter じゃなかった X によると、2023年7月20日までにアナログポケットを予約注文された方は8月に発送が開始されます。これにはアナログポケット及びまたはポケットアクセサリーを含む全てのご注文が含まれますとのこと。アナログポケットについて簡単に説明すると、超高級ゲームボーイカラーアドバンス互換機で、高い互換性とめちゃくちゃ綺麗なディスプレイ、良いステレオスピーカーが特徴です。最近では FPGA 機能を使ってエミュレータでスーファミなども動かせるようになりました。そこら辺の動画も出したいなと思ってはいるので、そのうちアップグレード版として出すかもしれないので、こうご期待。アナポケは本当に良いぞ。あやねおスライドのあやねおスライドはあやねお社による新作の Windows ゲーム機で、 GPD-Win4 のようにスライドキーボードを備えているのが特徴。ディスプレイも6インチと同様、プロセッサハライゼン 77840U で、言うならば GPD-Win4 の機能を持ったハードをあやねお社なりに作ったものですね。最近ちまちま GPD-Win4 を使っていて、物理キーボードが使えるというのはなんだかんだありがてえって感じるので、あやねおシリーズで販売予定のものの中でも結構需要ありそうだなと感じるハードです。 AYMODINI が来る。買った人の評判は結構良い Android ゲーム機のオディンですが、そのシリーズの新作オディン2のクラウドファンディングが予告されました。正直ロキが手に入るまで時間かかりすぎた件や、一部キャンセルになったことで現在あまり良くない印象を持っている人が多そうですが、高い CPU 性能の Android 機はまだまだ少ないので、どういったスペックになるのかなど追っていきたいなと思います。
個人的なニュースとしては、そういえばあのゲームボーイカスタムパーツ屋さんの、ファニープレイングさんによるゲーム機、レトロピクセルポケットってどうなったんだろ?と思ってリンクを覗いてみたら、販売ページがなくなってました。一体どうなっちゃったんだ?あと Windows ゲーム機の 1X フライで、ケースがたくさん売れるとクラファンの価格が安くなるよ。っていうキャンペーンをやっているので、欲しいと思っている方はぜひチェックしてみてください。勝手に概要欄で宣伝しておきます。あと KTR1 が届き始めているみたいですね。ビルドクオリティも結構高くて良い感じっぽいので楽しみですね。では今回のニュースはここまで。良い週末を。